ビルヘルミーネ・アーネスティーネア、ダンマークは、デンマーク・ノルウェー王・フレゼリク3世とその日で、カレンベルク公、ゲオルクの娘であるゾフィア・マーリへの間の参女で、プファルツ選定校カール2世の日。母方のおじのハノーファー選定校、エルンスト・アウグストの妻、ゾフィーの取りなしにより、ビルヘルミーネは、ゾフィーの甥いにあたるプファルツ選定校の、四次公子カールと結婚することになった。 二人の結婚式は、当時の王族としては珍しく代理結婚式ではなく、花婿のカールが出席して1671年9月20日に、挙行された。ビルヘルミーネは、大勢のデンマーク人の取り巻きを連れて、ハイデルベルク宮廷に入った。彼女は、莫大な花嫁持参金を持っていた上、岐阜の選定校カール一世から、ゲルメルスハイムとオッペンハイムの城と村を、 化粧料として与えられた。しかし、夫婦生活は非常に悲惨だった。カール二世は、おばから無理やり押し付けられた妻を嫌い、ビルヘルミーネの控えめで、相手にする気になれない振る舞いのせいで、夫婦の距離は広がる一方だった。カールは1677年には本気で、彼女と離婚しようとしたが、実現しなかった。ビルヘルミーネは子供を産まないまま1680年に、 選定公費となり、1685年に夫と死別した。未亡人となったビルヘルミーネは、上司、アンナの住むザクセンのリヒテンベルク城に身を寄せ、寄せを送った。ありがとうございます。